第七空軍はアメリカ空軍における航空軍の一つ。太平洋空軍参加の物体であり、在韓米軍を構成している。アメリカ軍としての任務のほか、韓国中流国連軍として、韓国の防衛にも責任を持つ。司令官職は中将が当てられるポストであり、第七空軍司令官は在韓米軍副司令官を兼ねる。 1940年11月1日にアメリカ陸軍航空隊のハワイ航空軍として設立された。1942年9月18日に第7空軍に解消されている。第2次世界大戦前半においてはハワイ諸島を中心とした中部太平洋域の防衛が主任務であった。日本軍根拠地との距離があったために主に戦力増強に努め、 本格的な戦闘参加は、戦争末期に部隊が沖縄や洋島に展開してからのこととなった。戦争後、1946年にハワイに帰還し、1947年には太平洋航空軍団に改編、主要軍団となったものの、1949年に編成解除された。1955年から一時復帰編成されたものの、 1957年に再び編成解除され、ベトナム戦争の影響で1966年に復帰編成されることとなる。ベトナム戦争では、南ベトナムの炭ン,ン・ニュット空軍基地に展開、太陽国に展開した第13空軍と共に、アメリカ空軍の主戦力となった。アメリカ軍のベトナムからの撤退が開始されると、1973年に司令部は、 太陽国に移動した。その後、戦後の戦力整理により1975年に第7空軍は解体された。1986年に第7空軍は韓国駐留部隊として再編された。その後、2017年現在も韓国に駐留している。ありがとうございます。